ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。良いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと琢磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへはいけないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。その…はて、誰じゃったか知りもせんが、お主へ。わしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。乙事は影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇様、必ずや勝利をつかんでまいります。ここが飛騨村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、隼人さん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。村人はひどい扱いを受けているわ。
私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。はい、どうも皆さん、マルチミクラムホームランからと申します。ということでシャドウタクティクスやっていきたいと思います。ハヤトはきっと、女性にはモテません。はい思った今。ハヤトは多分女の子にはモテないんだろうなってちょっと今正直に思った、うん、柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。オッケー。夜の任務、敵の視認範囲は日中と夜間で異なる。おー、明るい視認は狭くなり、全体の視認範囲である扇形も小さくなる。これね。はい。必ず、もう、見えるよっていう範囲は必ず狭くなると。しかり、明かりの周りは明るい視認範囲となる。明かりの、明かりだね。うん。光かな、明かりかな。うん。しゃがんでいても見つかってしまうため注意してください。そうなんだね。オッケー。夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるよね。隠れてろ。光は避けて、誰にも見つからないようにする。で、今回村人が、ひどい扱いを受けてるから、俺らが村人に、姿を見せたとしても、まあ村人はこう、ね、ギャーっつって助けてくださいっていうことはないだし。で、もう一つ、馬小屋を行くか、すぐ走ってこい。酒場っつってたな。どこだったかな。あれどこ。いや、どう考えててもここはきついだろう。ここだ。ここで服をまあ頂戴していくのもありだね。いやー、ちょっとここはきついんじゃないかな。こっちのが場所近いし、情報を聞くにはこの方がいいんじゃないかなって思うけど、こっちもこっちでちょっとめんどくさそうだな。これ寝てるのな、見えてるのちょっとずるいよな。ちょっときついな。まずはじゃあどうしようかな。明かりは避けろ。燃やしてやる。よし。明かりの近くはしゃがんでいても敵に見つかってしまう。はい。あ、コントロールを押しながらマウス、あー、なるほどね。あ、敵は明かりが消えているので気がつくと明かりを灯しにやってくると。なるほど。火を消すわけにはいかぬ。ここにもいたわ。あー、これきついな。いつでも準備はできているよ。百光は避けるの。闇と一緒に動く。仕掛けがいっぱい。こそこそした狐が狩り中よ。危ねえ。うん、有効的だからね。村人は、今回村人は俺らの姿を見たとしても、何事も勇気。あれ、行かないの。よし、まだ全部じゃないだろう。どうしようかな。そしたら夜が一番働きやすい。手裏剣が使える。互いにほぼほぼ見えてないから、うぬぼれが敵の気をそらす。手裏剣を使おう。せっせっせっ。うわー、ここにいたか。闇を利用しろ。ちょっと待ってよ、どうしようかな。突入する。俺にぴったりの仕事だ。
明かりが消えた。なんだ誰か気づくはずだ。るな。で、急げ。これ手裏剣でシュパーンってできないかな。はい。個人的な恨みはない。隠せないやどこも。闇を利用しろ。静かに。待てよ、そしたら夜の刃だ。手裏剣術持ってこい。どうしようかな。ここさえ殺したらこっちの二人やれるかな。まるで夜の狼のごとく、水のように夜を利用するんだ。手裏剣が使える。音を立てるな。向こう向いてんのか。紛らわしいな、おい。OK。手裏剣術。ちょっと待てよ。先にこっちやるか。こいつだな、こいつ。これは多分向こう向いてるから、こっち向くことはないからいいんだよ。水のように動け。明かりは避けろ。手裏剣が使える。手裏剣を使おう。風を切る。静かに。頂戴する。音を立てるな。闇のごとく。手裏剣なんと便利。侍は多分このはず。範囲はとりあえず見えないから。突入する。夜の刃だ。手裏剣術。狙いは外す。音を立てるぞ。俺の手裏剣はどこだ。刃が血を欲しがっている。道がないぞ。待てよ。ここで背に入れた。手裏剣が使える。まるで風を切る。そのやり方で行くのはあまり賢いとは言えんな。ハヤトさん、もしかして泳ぐの？バカを言うな。音を立てるな。闇のごとく。闇を利用しろ。水のように動け。で、そしたら今度こっちが。ここれ、キツネが狩り中よ。見つからないようにね。コソコソしたキツネみたいに。いつでも準備は計画実行中。かんざしよ。ここネズミも。さっといい感じだ。最高。コソコソしたキツネみたいに。そしたら、いやーでもいっぱいいるな。あーでもこれどっち勝つか、こっちの方が良さそうだな。これ将軍だもんね、回ってるのが。あーちょっと無理か。ちょっと待ってよ。これここ登ってきてさ、ここ上がれないか。あ、ここから上がれるじゃん。ここから上がれるならギリ入って。おい、何をしている。ここで行くぞ。そろそろ時間だ。静かに。何事も優美。敵の視野に入らない。見て、星が出てる。簡単ね。落ち着け、集中だ。いつでも準備はできている。
て、行き道がないぞ。手裏剣が使える。そろそろ時間だ。刃が血を欲しがっている。お願い、自由にしてください。ちょっと待ってる、どうしようかな。俺にぴったりの仕事だ。手裏剣を使おう。いや、狙いは外さない。突入する。OK。 手裏剣術で、一人もう一人来るから、それはそれでいいじゃんね。ああ、今ちょっと待って、馬小屋の方がやりやすいぞ。風を切る。ありがとうございます。便利。どういたしまして。あの男たち、あんなことしようとしてたなんて。わかる。わかるわ。あいつら、嫌いだ。できることをしよう。行くぞ。刀、手裏剣を使おう。オーケー、視界はないね。もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前。俺が敵の気をそらす。手裏剣術。剣術。幼児隠れの術。手裏剣。刃が血を欲しがっている。暗殺者だ。やめろ。そんなハモっても言わなくて、ハモって言わなくてよくない？俺にぴったりの仕事だ。夜を利用頂戴する。静かに。失礼まして。しっけ。俺たち何探してんだ。音を立てるぞ、水のように。二人の侍がいるだろ。明かりは避けろ。闇を利用しろ。すまなく探せ。こっちの方がまだやっぱあったか。光は私たちの敵よ。優雅な解決法ね。まとまって行動しろ。バラバラにならないよ。二人の侍がいるだろ。しまった。何か面白いことを言うに違いない。バカみたいに突撃しましょうか。なしなしな。奴らを見かけたか。何もないぞ。え？おお、酒か。幽霊じゃないよな。もういないぞ。落ち葉に戻れ。闇のごとく。そうだ。夜は憂鬱だな。どうしよう。手裏剣術。刀を使うか。突入する。明かりは避けろ。話してる、手裏剣を使おう。もろ見えだよね。そりゃもろ見えだわ。俺が敵の気をそらす。まるで夜の狼のごとく。いやでもこいつ多分、これ殺すにはちょっときついか。いやでも手裏剣が使える。警戒を怠るな。暗殺者が現れたんだ。逆にでも剣術。弾は込めた。音を立てるぞ。近道をする必要がある。闇を利用しろ。幼児隠れの術。道はまっすぐとは限らない。俺が敵の気をそらす。夜を利用するんだ。音を立てるな。夜の刃だ。待て。手裏剣術。剣術。
お前か。ここには何もないぞ。奴らを見つけた。侍がいるだろう。何か面白いことを違いない。バカみたいに突撃しましょう。ハヤト先生、どうして愛子さんに賛成しないの？俺が悪い先生だからだろう。持ち場に戻れ。別の先生を探したらどうだ。ハヤト先生、すまんな、言い過ぎた。後で話そう。優しい。まるで夜の狼のごとく。あ、手裏剣そこに置いてあるんだ。突入する。夜を利用するんだ。明かりは避けろ。夜は憂鬱だな。どうしよっかな。どうしよっかな。どうしよう。夜の刃だ。見ろ。静かに。この虫けらが。音を立てる。素敵っつうわ。何か聞こえたぞ。音を立てるな。闇の二人の侍がいる。ヤト先生、危険は去った。どうして愛子さんに賛成しないの？俺が悪い先生だからだろう。別の先生を探したらどうだ。ハヤト先生、すまんな、言い過ぎた。後で話そう。いいな。まるで夜の狼のごとく。おお、酒か。水のように動け。夜を利用するんだ。敵は弱みにつけ込んでくる。気を抜くなよ。突入する。明かりは避けろ。近道をする必要がある。道はまっすぐとは限らない。闇のごとく。いるもんじゃないぞ。面白い。よしよしよし。この情報は重大ね。いやーし、分かったことを話しましょう。ゲイ、ここ静かにね。闇から闇へ。オッケー、あと早くだけだ。俺にぴったりの仕事だ。オッケー、なんとか。みんないる。ここです。簡潔にな。オプコト大将自身がここにいるみたいね。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。同感よ。好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して、俺は影から。誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して。ハヤトさん、子供じみた遊びは終わった後にしましょう。ハハハ、怒られたぞ。おい、謎なぞかね。夜が私の闇と一番インポーターなハヤト。はい、じゃあということで今回はここまでにしたいと思います。次回この続きをやっていきたいと思います。いやー、なかなかきついものがあるね。あーでも下にいればいいか。あー下にいればいいかって思ったけどさ、これ多分下から上がれないよね。いるもんじゃないぞ。え、下から上がれなかった。何これ。まさかこれぐるっと回ってくれないかね。これぐるーっと回ってシャシャシャって入ってここに入るしかない。なるほどね。いやー、次回もまた時間がかかりそうだ。はい、ということで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。
今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。